うわっ。あんな勉強したのにな。そこ、静かに。はい。うわ、おかんになんて言おう。うわ、親戚。もう一年やんの。ちょっと待って。だって東京に行ってさ、テニス部入るじゃん。そこでさ、女の子とさ、なんかこう、まあ、飲み会とかあるでしょ、新刊のコンパで。なんか、先輩とかにさ、ちょっと可愛いとか言われてさ、なんか俺髪型とかもさ、あれ、茶髪にするプランだったのにな。静かにしなさい。はい。これ、これ、あれ、センター試験ですよね。先生、あ、お母さん、ダメだ、ダメです、もうダメです。ちょっと待って、これ最終科目で、今こんだけ足りないから、俺が1年勉強してきて、塾の武田先生に映画とか教えてもらったけども、それは終わりだ。俺が受験の鬼です。行こうか。まだね。うん、うん。